皆さんご多忙の中ご参加いただきありがとうございます。私、ジェイノス学術局長の、弘前大学総合診療部で医師をしております、小林忠と申します。本日もよろしくお願いいたします。本日は、書籍の出版の記念ウェビナーということで、まあ、第1回というふうに今回、銘を打たせていただきましたが、まあ、第2回、3回がどのように続くかというところは現在未定でございます。今回は、この第2回というものの書籍がどういう位置づけにあるのかというところを中心に、まあ、この数年急激に進歩、もしくは発展、場合によっては価値観の変化等が進んでまいっています、この分野におけるポイントというものを、今回の編者3名、私、小林と、あと東海会長の、群馬の木村博明先生、そして、理事の、同じ総合診療医の並木博文先生の編者の3人で、それぞれのポイントというものをお話しさせていただきたいと思っています。その後、後半は一緒にディスカッションをさせていただきますが、Q&A の機能、チャットの機能等を使いまして、ご遠慮なく些細なことでも構いませんので書き込みいただければ幸いです。それでは、本日もよろしくお願いいたします。早速画面共有をいたします。はい。今見えてますでしょうか？これは。はい、見えます。あ、木村先生ありがとうございます。まあ、今回は、第1回ということで、編者3名による、出演でございます。まずはじめに、今回の全体の位置づけと概要というものを私からお話しさせていただき、まあ、編者3人それぞれが、まあ、今回のポイントというショートレクチャーを行っていきます。実は今回のこの右側のカラフルなこのデザインの表紙、これが第2版の、ファシアリリースの基本取り印象。副題をハイドロリリースのすべてというふうに付けました。これまでに類似の書籍としましては、第1版が同じく文光堂様からこのファシアリリースの基本と臨床、筋膜リリースからファシアリリースへというタイトルで出版させていただいております。当時は筋膜という言葉をファシアという言葉にいかに混同させないか、してもらわないように、学術的、解剖学的、そして社会としての言葉の転換というものをしっかりと銘打つ必要があるというところからこのような副題にさせていただいていました。そして表紙に関しましても、我々編者ら、当時の高木先生らのお手製でして、コラーゲン繊維、そしてエラチシン繊維、そして末梢神経、動脈、静脈というそういった結合組織にまつわる線、管状の組織が絡み合っているものというのをイラスト化で表現したというものでございます。そして、格論としましては肩ですね。この肩に関する書籍。こちらは未だにこの肩に関する動作分析、評価、対応する治療というところにつきまして、やはり、まあ、自画自賛ではございますが、これを超える臨床現場の外来診療ですね、特にね。外来診療の切る書籍っていうのは、ちょっとまだないんじゃないかな、というふうに考えております。もちろんこの中には、肩関節周囲炎を中心にという副題をつけました通り、そもそも周囲とは何なんだ、炎症とは何なんだ、関節腔だけではない周囲のファシア含めた筋、腱、靭帯と組織っていうものを、新たな視点で捉え直して、それを臨床に結びつける。ということを注視した、非常に現時点においても価値が全く色褪せることがない書籍になっております。そして、類似の書籍としましては、まあ、我々 JNOS、日本整形内科学研究会と称しておりますが、その大元となる整形内科という書籍を2016年に南山堂様から、出版させていただき、東海理事も副会長も務めております、沖ノ島道前病院の白石義彦先生を筆頭に、まとめさせていただきました。そして、東海第1回の特別講演でもいただいた、
柏口慎二先生、その言葉の幻滅さ等を含めては、もう右に出る者はいないという、非常にもう苦労と職人の先生でございますが、やはり本物の外科医たちでも外科ではない。本当にその手術は必要ですかというメッセージから保存療法を語ったと。そして今回の書籍はですね、このファシアリリースという観点からの延長線上にあるという位置づけ。それだけではなく、この整形内科、無頭流整形科と続く、こういった保存療法、いわゆるノンサージカルという観点から、2つの要素をミックスし、まとめ上げました書籍っていうふうに位置づけております。とは言いましても、今回の書籍の大きなテーマの一つの最終章には、外科手術におけるファシアというものをピックアップしております。これだけ内科だとか無頭流、保存療法と言っておいてましても、やはりこのファシアというものに、やはり痛みの原因であったり、組織を増殖を支えたり、柔軟性を保ったり、それぞれの動きを制御し、それとも、そしてまあ促したり、という、やっぱ一つの独立した臓器というものは、外科医にとっても非常に重要な観点であると。そういったところから、この表紙にも、あります、このパネル。もちろん、針治療、注射はもちろんですが、こちら実は上の赤いものは、これ整形科領域の関節鏡の写真。これ肩でした、確か。そして、真ん中の白。これも整形科系、運動器系ですが、まあ、ファイバー。まあ、リガメントに近いような繊維構造のもの。そして、真ん中中段の下にありますのは、これは実は骨盤内。これ、泌尿器科の川島先生よりご提供いただいたものですが、その中のアニメネットワーク上の組織でございます。そして、さらに拡大した左のこちらの写真は、毛細血管レベルの血管、そして細胞までが今は内視鏡関節鏡で拡大して見えるという時代。こういったものが集まる組織としてのファシアというものが、診療のおいて、保存療法手術においてやっぱ非常に重要であるという観点まで広げさせていただきました。そして何より局所治療だけではなく、保存療法という観点では生活指導、問診というものの位置づけ、整形内科という言葉の特に重要な観点、再発予防から地域のケアという観点を、今回編者でもあります並木先生にそこを、中心ご執筆いただき、後でミニレクチャーもいただく次第となっております。年号を間違えておりましたね。大変失礼しました。今年は2021年でございました。大変失礼しました。さて、まあ、今回の書籍における目次を共覧させていただきます。まずページ数自体がですね、倍。大体倍です。木村先生、今お手元に早速本ございましたっけ？画面の真ん中に持ってきていただけますね。あ、ありがとうございます。そうですね。だいたい倍のものですね。ちょうど本日先ほど木村先生の手元に届いたものでも厚さが倍ですね。実はこの出版1版から2版に至る約3年余りの間にそれだけの内容が増えたと。いうところでございます。まあ、本分野の凄まじい発展と広がりというものを象徴する、このページの変化となっておりまして、具体的な中身としましては、今画面で共有いたしています、この赤枠のところが主に加筆した内容です。ファシアとは、という、まあ、私がいつも、東海ジェネスでは口すっかく何度もお話しさせていただいてます、歴史定義。そもそも言葉というものは、人々の認識を共有し発展させる基礎となる重要なものであるという観点から、その言葉についてのお話、そしてこのファシアという組織自体が西洋医学と東洋医学の架け橋となっていくという観点を、そちらの分野にも詳しい、東海理事であるもゼニタ先生、そして、東洋医学と西洋医学の両方のスペシャリストのリュウマチ科の専門医でもあります総合診療医の須田先生というところでお話しさせていただき、
もちろん基礎研究に関しましては、東海理事の今北先生、そして麻酔科の教授の小畑先生、まあ、疼痛学の方々のご協力もいただきながら、現在の西洋医学における位置づけとどのようにしっかりと整合性をとっていくのか、限界は何かというところまで踏み込んで整理し、それだけでは足りないファシアに関する新しい病態、ファシアペインシンドロームですね。マイオファシアルペインシンドローム、筋膜性疼痛症候群をもう一段階上位概念に、ファシアという観点に挙げた FPS というものの提唱。これ実際には約2年前に提唱してありますが、まあ書籍に改めて掲載させていただき、この分野というものの診断、そして病名というものの整理、そして包括というものを進めていっているところです。そして、後にも述べます、外科領域においては、今回は、東海理事の洞口先生と、川島先生にご尽力いただきまして、その川島先生のお師匠というんですかね、その、先立ちでもある形成外科のガンベルト先生、形成外科の先生です、ヨーロッパの。の方の歴史、そして観点のご紹介から、やはり内科、外科問わず、医学という学問として、しっかりこの分野が根付くための論考を深めてまいりました。その具体例としましては、この第3章におきまして、そもそも診断とは何か。実はこの運動器疼痛とか含めた、まあ、整形外科、整形内科系の書籍で、診断自体をきっちりと、その定義含めて述べてある本っていうのは、私の知る限りありません。これは例えば、内科学であったり、循環器内科含めた、そういった内科症候学という本の、大体バイブルと言われる本には必ずある章。これが我々の医学というものを医学たらしめる基礎となる概念になっておりますが、そちらからそもそもきっちりと説明を始めました。不定愁訴の定義は皆さんご存知でしょうか？これは私にはわからないっていう意味で使われてしまっている現状をどのように打開していくかという観点からまとめ、各論としましては、関節。関節は関節腔であるキャビティとそれを支える組織であるファシア。もうそのファシアには靭帯、腱、筋等の付着部脂肪組織等をみんな含みます。という概念から整理し、炎症性疾患、特に膠原病関係ですね。と、関節の疾患と言われているもの、内科領域でもやはり非常に重要なファシアを含めた整理。末梢神経の病態はもちろんのこと、血管、そして自律神経との関係、局所と中枢の関係等を含めて、ミクロの観点、マクロ、そして全身へつながるファシアというものをそれぞれの観点から再度整理を試みたものでございます。そして、右側に行きますのは、まあ、従来の第一版にもありました、ファシアリリースの種類、まあ、注射、針、塗修、まあ、一部物量とも紹介していますが、まあ、そういったことだけではなく、この3年の間に主に発展したハイドロリリースという言葉ですね。まあ、この言葉自体、作ったものでございますが、まあ、そういったものというのをどういうふうに、定義し、進め、他の分野との整合性を含めてやっていくのかっていう歴史と概念をまとめてあります。具体的な主義に関しては、また木村先生からショートレクチャーいただきますが、末梢神経の治療といっても、その周囲なのか際なのか、末梢神経を構成する繊維構造、その内部までいかに分別して鑑別して治療をしていくかというところまで踏み込んでおります。そして、まあもちろん注射だけではなく、塗修療法との組み合わせであったり、こういった注射をして悪化をする場合、どうしてもこの分野がだんだん普及していく中で、注射したけど患者さんが悪くなった、前より辛いっていうふうに訴えてくるという場面っていうのは、現場を見ている方であれば、もうしばしば経験することでしょう。まあ、そういった観点における考え方というものも整理させていただいております。患者さんが必ずしも間違ってるわけでもなければ合ってるわけでもない。それをいかに冷静に分別整理をしていくか。それは慢性疼痛の患者をどのように評価するという観点からも非常に重要なところでございます。そして、その評価というものに関しては、画像診断に関してはエラストグラフィー、
もしくは滑走性等の最近の論文等も含めたまとめを行い、今回は我々の特にチーム木村先生のところの、イラストですね。オリジナルイラストというのがもうふんだんに使われておりまして、もう700点ぐらいでしたっけね。もう相当多い、本書、ファシアを観点にしたイラストというものを使っております。そういったマップの絵から、注射に使う薬液に関しては、ステロイド薬をどのように使うか、針先をどのように使うか、単純に狙った組織の周りに水浸しに巻くという、そんなシンプルなことだけではなく、しっかりと針先でちゃんと癒着しているところは切離し、そして複数の層構造をバラバラバラと立体網目状構造である組織という認識の上で、立体的にいかに治療していくかっていうところがこのファシアハイドロリリースの基本中の基本でございますが、なかなか世間ではそこが十分に伝わっていないという残念な状況もあり、本書でも非常に強調させていただいております。詳しくは木村先生がまたご説明いただきます。そして何より主義に関しましても、具体的にまあかなりの数が増えております。まあ、肩等に関しては、各論の肩の書籍がありますので、そちらへかなりは保管しておりますが、まあ、そちらだけではなく、やはり肩専門としない方であっても、ここはちょっと手を出していただくと、やはり外来での治療成績上がるという観点を追加したり、もしくは、傷、装具です。まあ、今回は手術に関する内容もふんだんに盛り込んでおりますので、その手術でできた装具というものに関する評価と治療、という観点を加えたりしながら、まあ、症例提示も従来の書籍では一般では2つをご参考までに提示していただけでしたが、まあ、今回は8つ足しまして、いわゆる腰痛とか、まあ、上肢痛というだけではなく、歯科領域の話だったり、脳卒中後遺症というふうにラベルされていた、診断されていた、けれども実はそれだけではなかったっていう神経性疾患との合併するファシアの異常であったり、それをどう見分けるか。まあ、当会でも神経内科の先生も昨年の学術集会では、お話を、していただいて、一般演題の賞もいただくような状況にもなってきておりますが、運動器だけではない様々な領域でこのファシアというものがやはり絡んでくるということを症例を通じて、ご紹介しております。おそらく運動器系では、このムチ打ち症、交通事故ですね。などはもう皆さんもぜひぜひご関心があるところではないでしょうか。そして、試みとしては腹壁のリリースであったり、リンパ節のリリースであったり、まあ、東洋医学との関連の症例であったり、かなりその幅を精度を含めて高めております。そして、最終章の2つには、後でミニレクチャーいただきます、並木先生からの背景因子へのお話。そしてこれはまた学術集会でも、メインシンポジウムの一つとして、いろんな分野の方にご発表いただきますが、手術におけるファシアの認識というものをまとめさせていただきました。今回は木村先生には、この特に症例7の肘ですね、血液検査等の採血したときに、やはりビリビリと痺れ残ってしまうと合併症が、まあ、時々起きますが、そういった例に関する、例示を一つをいただきながら、ミニレクチャーいただく予定です。さて。今申し上げたような話というものは、この文光堂様のホームページに最近、アップされまして、あ、721点だそうですね。で、それぞれの主義と診察に含めては、ウェブ動画も連携しております。そして、初学者の方だけではなく、ベテランの方。そして、この多というのがまたポイントでございます。そして、何より多職種。が、このファシアというものを誠実かつ、建設的に扱うための書籍としてまとめました。また、目次等に関しては、こちらでもご覧になりますので、ぜひご参考ください。でちょうど今日本日発見して、この立ち読みができるということでして、この立ち読みの中にも、先ほどのこの目次から。こちら本日木村先生にもお話しいただきますが、具体的な針先の使い方ですね。どうしても雑になりやすい、ただ水を撒くということだけではなく、しっかりとターゲットとする場所に針先の向き、レベルの角度、そしてどのように
その局長をやるのかという精度をさらに高めるための工夫に関してもうご説明する予定です。で、格論に関してはオリジナルイラスト等を含めたものをふんだんに扱っております。そして外科領域では実際の内視鏡写真を含めた手術領域でいかに層を剥離していくか。まあ、この層剥離っていう言葉自体も実は議論がしっかりなされるべきで、一部申し上げて論じておりますが、どういった層の見分け方をどのような観点でセパレーション広げていくか、もしくは設立していくかっていうところを、一般外科領域、まあ、腹部外科、骨盤外科等を含めたところを中心に論じておりますが、やはり腹部外科というものはあらゆる外科の中で最も人数も多く、外科としての中枢となります。そこでのディスカッションというものが運動器領域、そして脳外科領域、耳鼻科領域、そして眼科領域と、もちろん婦人科もです。そういったところに建設的に議論を広げるためのポイントとして、今回まとめさせていただきました。で、今後の本書では、まだ扱えていない領域に関しまして、まあ、例えば、もちろんファシアの病態画像診断は発展途上でございますが、こちらは11月末にあります第2回ファシア会議でも扱いますし、手術療法はもちろん、泌尿器科、整形外科、婦人科、眼科領域の先生でファシアに注視して実施されている方々のプレゼンをもとに手術療法を考えるという企画も準備しております。そして、物理療法、リハビリテーションと都市等の主義に関しては、本書ではあまり、紹介は分量を避けておりませんが、そちらに関してはまた、ゼニタ先生、辻村先生を筆頭にウェビナー等会でも実施しておりますし、また別途、書籍 を進めていると聞いております。で、今回あとミニレクチャーあります、問診生活指導技術に関しても、ちょうど2週間後にも第4回の、ウェビナーを開催いたしますが、具体的な問診技術、というところも非常に重要視しております。格論としましては、肩の次には現在腰、腰伝部というものを考えておりまして、まあ、東海でも人気のウェビナーの吉田先生のウェビナーであったり、まあ、長野先生のエコー防湿技術の内表であったり、もちろん、我々木村先生等を含めた総力を挙げて、この分野というものをまた格論を進めていきたいと思っております。本書でも扱っています美しいオリジナルイラストに関しましても、まあ、近日、また、イラストの販売ということの、販売販布ですね。ということも進めていきます。皆様が安心してファシアに注視した画像を学会等でプレゼン、もしくはセミナー等で活用できるような、リーズナブルな、展開をしていこうと思っていますので、また、ご案内に注目いただければ幸いです。さて、ここまでで私の書籍に関する概要のお話をさせていただきました。今から、私含む3名のショートレクチャーに移ります。木村先生、並木先生、このまま始めてよろしかったでしょうか、ね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。それでは、私から、15分ぐらい。ファシアに関する、一般的な理解というものをご説明いたします。よろしくお願いいたします。今回、このウェビナーに参加いただいている方々にとっては、まあ、当たり前というふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思いますが、そのイメージ、整理のために、再度ご参考になれば幸いです。こちらの画像も、泌尿器科の川島先生のご提供でございますが、ファシアは生きているというところをやはり特に重要なフレーズとしております。具体的には従来はパッケージという他の臓器を包むだけのものとしてされていたものが、実はお互いをつなぎ、情報伝達し、そしてもちろん痛みと各種症状にも関与するという証拠が増えてきております。こちらのようなファシアの一形態としての立体網目状のいわゆるわたわたでございますが、こういったものが、すいません。概念にしますと、このように全身に広がっていくと。
こちらの、レゾンダック先生の書籍も、我々ジェイノスで、翻訳させていただきました。徒手療法を中心に扱っておりますので、またこちらも、ご参考いただければ幸いです。このような繊維性のネットワークが局所から全身までつながっている。で、我々はその定義としまして、ネットワーク機能というものを有する目視可能な繊維構成体。まあ、英語は以下の表記ですが、という表現で、この解剖構造としてのアファシアというものを扱い、そしてシステムに関しては、全身にある臓器を覆い、接続し、情報伝達を見合う繊維性の立体アニメ状組織。臓器の動きを滑らかにし、これを支え、保護して位置を保つシステムというふうに定義を作りました。今、アファシアというものと、このシステムという言葉二つをあえて分けてお話をしております。これに関してはこの後述べます。さて、このファシアというもの、これはファシアシステムというものの話ですが、それぞれの繊維がそれぞれ密になったり、疎になったり、もしくは繊維性の構造がストレート、平行であったり、もしくはもじゃもじゃとアニメ状で絡まっていたり、そういった関係、整列性と密度という二軸で、様々な組織というものを分類できるということを、ファシアの領域でも著名なロバート・シュライプ先生が2012年に論文を出しております。まあ、その中では、いわゆるスーパフィシャルファシア、いわゆる皮下組織等にあたるものから、筋に関するもの、そしてテンドン、リガメント、いわゆる腱鞘等のアポニューローシス、そして間の内臓系のファシア、というところまで含めて分類の提案がされました。え？ファシアにリガメント、テンドンが含まれるんですか？このような疑問を思われる方は、しっかりと解剖を勉強されてある素晴らしい真面目な方々だというふうに信じます。実はですね、このように一つの構造もしくは概念というものを密度やその整列性に応じて分類するというやり方は、このファシアにだけではありません。ここでは蜘蛛とファシアは似ているというところに、一つ例示をいたしましたが、この右側はいわゆる結合組織ですね。これもすごい結合、コネクティブティシューのヒストロジー、まあ、系の、も、すごいバイブルと言われる私が好きな本の表紙でございますけれども、一つの乱立しているものが、とある法則を持って一つの組織になると。整列性であったり、密度であったり、そしてその分布であったり、というところからそれぞれ特徴的な構成を持つものを固有の名称、場合によってはリガメント、テンドン、マイオファシア、もしくはもっとディープファシアだったり、いろんな表現として名前が付かれる。これがアナトミー、肉眼解剖学、組織解剖学含めた解剖という概念の基本的な内容です。我々が見ているこのリガメントというもの自体が独立して存在しているわけではなく、あくまで勾配を伴う移行性のある、そのグラディエーションがある、そういった組織の代表格に我々は分かりやすくするために名前を付けている、ということになります。こういった観点のヒントをいただけたのは、並木先生と原口先生でした。並木先生、ちょっとこちらの蜘蛛に関して、ちょっとお話をいただいてよろしいでしょうか。はい。実は蜘蛛に関しまして、今でこそ蜘蛛学というような、気象学の中には分野としてあるんですが、実はこの蜘蛛の形の分類自体は、紀元前の400年頃から実は研究をされてました。形態を見るとか、色を見る、そういったことで、気象的な面、あるいは、呪術、占い等でこう見ていた、そういう歴史もきっとあったんでしょう、と思ってます。ただ実際にその分類やその名前の基礎っていうものがこう作られたのは、今から見ても大体200年ぐらい前だと言われてます。大体19世紀の初頭ですね。製薬会社の技術者であったのはハワードさんという方が、実は、その、分類と、またそれを国際学会にこう提案したりとか、そういったことがなされて初めて、蜘蛛の認識というのが整理されたということです。
ハワードさん自身は、実はそれが専門というわけではなくて、まあ、アマチュア時代から、まあ、学生の頃から、自分の好きな分野以外のところで、まあ、ちょっと雲を眺めたり観察するのが好きだっていうので、製薬会社の技術職とともに、まあ、それを一緒にこうやっていったというところです。まあ、あまりにご高名になって、非常に一緒に学問的で、発信をされていたので、それが、米国の中で、まあ、進められて、まあ、一つ論文で書いたんですね。まあ、論文は当時の標準語であるラテン語をメインに、まあ、1800年代ですから書いたんですけども、まあ、なかなかラテン語がこう世界共通、当時は標準的だと言われても、世界各国で読み砕かれて、まあ、しっかり噛み砕かれて理解されるというところはまだまだ時間がかかってたみたいですね。まあ、そういった中で実際にハワードさん自身はまあ3種類ぐらいのこう雲を分けて、その後結果的に7種類になってたんですが、その頃にはもう全国でもう各種も雲の関する非常にこう個別性のこう高いといいますか、独自性の高い解釈がこうなされてしまって、まあ、言い方としてはちょっとこうとっちらかるような形で、まあ、ある人はこう言って、ある人は、はい。ということで、なかなかどの人がどういう表現をしてっていうのは統一性がなかったんですね。そうした中、このハワードさんは、ある教授さんと、まあ、スウェーデンの教授さんと、あと貴族のこう方のこう力を借りて、まあ、世界中を回って、実際に雲の写真を撮って、世界の雲の形、要は雲の形は世界共通ですと発信をしたんですね。まあ、その結果として、皆さんが目で見て納得をする。そして、そのハワードさんが、やはり分類を3から7、そして7から10に作り直すことで、これが、世界的に認められて、まあ、国際気象学会というのがあるんですが、そこを通じて、今のところの WMO、世界気象機関というのがありまして、それでまあ認識、継続されて、今使用されているという歴史があります。まあ、私もちょっといろいろ喋ってますが、ちょっと雲をな眺めるのが私もちょっと好きで、まあ、学生の時に皆さん組織学とか解剖学とか多分やったと思いますけど、まあ、学生の時に組織のこう勉強するときに、まあ、覚えられないんで、ちょっとこう、友人たちとぼやっとして空を見ると、ああ、なんかこれ、ああいう組織に似てるなとか、なんかそういうことを雑談で話したのを思い出すくらい、まあ、雲は見るのも好きで、結果的にこれファシアの、この歴史、また、世界にこう広まりそうで、それをまた言葉で、認識をこう深め、そしてまた、皆さん共通認識を持ってこれから形作る。まあ、この小林先生や木村先生のやってきた活動そのものにすごく似てるなと、感じたところでした。まあ、実際、ハワードさんが、そう分類をこう作られて、実際に形になるまで、まあ、おおむね100年ぐらいかかってるので、木村先生、小林先生らの活動は、まあ、引き続き、これを続けていただいて、またそれを継承していく、語り継いでいくっていうのは、非常に大事なところなんじゃないかなと思います。あ、それでちょっと長々喋っちゃいました。はい。ありがとうございます。いや、さすがですね。さすが、なんか雲が趣味というより雲専門みたいな感じですもんね。いや、でも本当今、並木先生おっしゃったように、実はこのファシアというもの自体をより正確かつ普遍的に我々が認識を作っていくためには、医学の領域だけの感覚では、やはり難しいというところが一つ本質だと思っております。今お話があった雲とこのファシアの話は、実は書籍の中でも第一章のコラムで扱っておりますので、またご興味ある方は読んでいただければと思いますが、やはりどの分野においても、この分類学っていうものがございます。分類ですね。分類をいかにするかという学問体系が、実は哲学等を含めてございますが、やはりその中に重複なく漏れなく、境界を明快にっていう一般ルールのもと、どのように我々が認識をすることが有利なのか、もしくは産業の発展につながるのか、という観点で様々な分類というものが実務的にも作られてきました。その中でこの雲にしても同じような歴史があり、そしてこのファシアに関しても、まあ世界中どこで見ても人間っていうのは大体同じ姿の構成をしているわけです。白人、黒人、黄色人種でアキレス腱が全くそんな形状すら違うってことはやっぱりないわけです。
そういった中で、やはり今回外科手術という観点の場所から実際肉眼的に見えているもの、まあ、これをやはり重要にする。そして現場の治療学としては、きっちりと治療をした場所、こういうことをしたらこういう反応が出た、出なかったっていう事実というところをしっかり大事にして、やはりまとめていくというプロセスを、やはり今回は歩んでいっているというふうに考えております。ただ大事なのはこの雲の話、改めて思いましたが、自分が見えているものが本当に正しいかっていうところもね、やはりありますよね。私にはこう見える。あなたにはこう見えた。という感情論としての論争が起きやすいということにもなります。もしくは私にとってはこういう分類をした方が都合がいいとかいう政治的な争い等になることも、いろんな分野でございます。ただその中で、やはり私なんかも分類学というものをいろいろ勉強しましたが、医学だけではない、そもそもの基本的な分け方、考え方というものを学び、幅広い観点でやはりまとめていく。そういった意味では、木村先生の職人技というものをもちろんですし、各種 PT 鍼灸師の方々、熟練30年、40年、50年患者を見続けてきた方々っていうノウハウは宝です。で、それをしっかりと学問として言語としてまとめていく。そのために今回のファシアの書籍に関しても、なんで総合診療医が2人いるんだと。ペイン、総合診療っていう形なんだろうっていうふうに疑問に思われる方いらっしゃると思いますが、実は幅広い観点からの視点が非常に重要である分野のまだ立足段階であるというところを皆さんぜひご認識いただければ幸いです。はい。そうしますと、あと1枚スライドで終わりになります。このような観点から、ファシアというものは、先ほどにシステムとアファシアと言いましたが、この解剖学の基本的な概念、個体レベル、器官系システム、そして器官、オーガン、ティッシュ、セルという全体からミクロへ、ということで分ける、まあ、これはもう世界共通の解剖学の考え方でございますが、その中で結局ファシアというものを整理いたしますと、ミクロレベルではフィブリス、繊維、もちろん細胞、繊維、基質というもので構成されたものでございます。そして肉眼的にはティッシュ、オーガンというところで、先ほどの定義でも肉眼的に見えるという表現をしており、カーラステッコ先生ら含めて、アファシアというこの観点で国際解剖学会のファシアの定義を今のところ納得進んでいると聞いております。そしてただそれだけではなくシステムという概念。これは例えば消化器系とか循環器系、脳神経系っていうのもまさに同じシステムでございますが、一つ複数の器官が役割分担をして全体の一つの機能を賄うという考え方です。まあ、例えば、循環器系と言いましたら、まあ、心臓、動脈、静脈、血管系っていうものが出たり、消化器系といえば、消化吸収に関わる食道、胃、小腸、大腸、場合によっては肝臓、胆道とかいうものが含まれたり、そして、まあ、運動器系であれば、動物の器官分類の一つで、身体を構成し、支え、うんたらかんたら動かすシステムであると。で、その中には骨格筋兼人体の運動器系というものを含むということで、体を動かすために必要な体の臓器、器官というものを含めたシステムである。そういう意味で、ファシア系という日本語をファシアシステムには当てていますが、まあ、全身にある臓器を覆い、接続し、情報伝達を担う立体目状構成とし組織として、まあ、先ほど申し上げたうんたらかんたのシステムであると。そしてその中には、いわゆるリガメント、テンドン、先ほどのこれアファシアっていうものも含む概念であり、例えばリガメントと言いましても、運動器ではよく白い靭帯って言いますけれども、解剖学的には肝膜という言葉もありまして、肝釜状肝膜、子宮口肝膜、内臓にある臓器を固定する。そういった役割を持つ繊維密度の高いものをリガメントというふうに、そもそも定義をされているわけです。
そういったリガメント。で、アーファシアの中には、スーパーフィシアルファシア、いわゆる皮下組織系、ディープファシア。ディープファシアの中には、いわゆる筋外膜系のエピミズイールファシアだったり、腱鞘だったり、まあ、アキレス腱周囲の柔らかいところですよね。そういったところのアポニューロティックファシアというふうに位置づけた。で、内臓のファシア。そして、メニンジアルファシアという中に、いわゆる中枢神経系の硬膜、腹膜というものの中枢系から、末梢神経系の神経小なり、もしくは神経、末梢神経を構成する中の繊維性、組織。まあ、そういうのもニューラルシェース含めたファシアということに含まれるというところでございます。で、この分類は私が勝手に言ってるわけではありませんでして、このファシアの利用、国際ファシアの団体、含めたカーラステッコ先生らも書籍に大体もうほぼ 99% 同じ分類で書いておりますし、論文でもなってます。で、解剖学系の論文の査読とかも最近私も、まあ、この4、5年していますが、大体この分野で論文等の展開っていうのも問題なく進んできている、この1、2年の状況になってきておりますので、まあ、ぜひとも今ファシアといえば、このシステム系の中、そしてアーファシアという位置づけは、ぜひ皆さんご理解いただけると幸いです。で、こういった内容を私は書籍では第1版の第1章の中に書いておりますので、ぜひご覧ください。ということで、私のショートレクチャーは終わります。引き続き木村先生、よろしくお願いいたします。